い、これから何年かぶりの船旅に出発します。はい、この目が痛くなるような末期機の船で、今から八丈島に向かいたいと思います。はい、伊豆諸島の中で青ヶ島の次に遠い八丈島までは、東海汽船の大型客船橘丸で、約10時間半の船旅になります。船の中で一泊するわけなんですが、料金的にはね、所要1時間ぐらいで着いちゃう飛行機と、大して変わりません。それでもロマンを求めて船に乗ります。はい、10時半に出航した船はしばらくの間、東京のベイエリアですね、地価の高いエリアをゆっくりと進みます。で、まあ、この辺はね、東京タワーとかライトアップされた建物も結構あったりして、いい感じです。これは、レインボーブリッジかな、東京の夜景を満喫しながら、進みます。まあね、夜景が見えるのもね、この辺りだけなんで、まあ、コンテナヤードとか、あと羽田空港に離着陸する飛行機の姿なんかも、よく見えるんで、なかなかね、この辺は、寒くても無理してデッキに出て、景色を見る価値はあるんじゃないかと思います。はい、船内にはもちろんレストランなんかもあるんですけど、まあ、深夜時間帯はクローズしてるので、その間はレストランの横にある自販機でカップラーメンかなんかを買って、給湯器でお湯を入れて、こちらの休憩スペースでいただきました。この日はお客さんほとんどいなかったんで、船内ガラガラで、こちらが特二等というクラスの寝台なんですけど、見ての通りガラガラで、貸し切り状態でした。2段ベッドなんですけど、幅も広くて全然窮屈ではありません。コンセントもありますし、大きい荷物はね、別のところに置き場所があって、でベッドの上にあるこの箱は貴重品入れる専用のボックスです。カーテン引いて一応プライバシーも確保できました。おはようございます。今4時40分ぐらいかな。三宅島に着きました。着きました。まだ多分あと15分くらいあると思います。結構揺れますね。なんか疲れてたから寝ちゃったけど、結構うるさかったし、揺れました。なんかそこそこ揺れました。船酔いの薬を持ってきたんですけど、飲むの忘れたまんま寝ちゃって、結局酔わなかったんでいいんですけど。はい、三宅島に接岸して、お客さんたちが降りていきます。でこのあとね、御蔵島を経由して八丈島行くんですけど、御蔵島が天候不順で接岸できなくて、結局三宅島の次、御蔵島すっ飛ばして八丈島に行ってしまいました。でお客さん降ろした後にコンテナ降ろすんですけど、なんかすごい早回しみたいにすごい作業が早くて、ちょっとびっくりしましたね。これ
はい、レンタルバイクがね、50cc の原付なんですけど、軽自動車借りるのとほぼ値段が変わらないんですよね。特にこの時期、八丈島は雨が多いという話で、ちょっと賭けだったんですけど、ちょっと今回廃墟探索とかで小回りの利く移動手段が欲しかったんで、あえてスクーターにしました。で、八丈島に来た人は大体皆さん、八丈富士っていうここの一番高い山に登るんですよ。で、これ今いるところは八丈富士の中腹ぐらいにある牧場なんですけど、まあ、私ちょっと病的な高所恐怖症なんで、様子見にここまで上がってきて、この景色を見ただけでちょっとこれ以上上に行くのは、頭おかしくなりそうだったんでパスしました。まあ、八丈富士に関しては、他に登って、綺麗な動画を撮ってる方がたくさんいらっしゃるんで、八丈富士を知りたい方は、まあ、そういう動画を見てもらえればいいと思います。でね、周りが海で、で、島内にもそんなに高い建物が、ほとんどないっていうところで多分感じるんでしょうけど、八丈富士自体も標高は、850何メートルしかないんですよ。で、その850何メートルしかない八丈富士の、しかもこれまだ麓の方なんですけど、それにしても景色がものすごく、高いところに来てるような感覚なんですよね。で、島内一周道路も、海岸線沿いを走ってるルートが結構あって、車ならともかくバイクだと結構怖いです。帰り道に思わず足が止まってしまった宇喜多秀家住居跡の看板。宇喜多秀家といえば、戦国時代最も腹黒いと言われた戦国大名宇喜多直家の次男なんですが、父親のように陰謀を巡らすタイプの武将ではなかったと言われています。特に秀吉からは気に入られて、当時秀吉の養女だった前田利家の娘と結婚することになります。こうして豊臣家からも身内扱いされた秀家は、数々の戦で手柄を立てて出世していきます。で、まあ、豊臣政権の末期には五大老として、まさにも最高幹部的な地位まで上り詰めるわけなんですけれども、はい、秀吉が亡くなった後は石田三成に与してしまい、関ヶ原で大敗してしまいます。西軍の中では最大兵力を率いてたわけなんですけれども、いろんな大名が助命嘆願してくれたおかげで殺されることなく、八丈島に島流しされることになり、84歳で亡くなるまで50年間この島で暮らしました。まあ、そんな秀家の墓がこの先にあるということで、ちょっと行ってみたんですけれども、むっちゃくちゃ遠くて、看板の場所から5分ぐらい歩かされて、本当にこっちでいいのかなっていうふうに不安になった頃に、墓地が現れました。で、結構広い墓地だったんで、こっから見つけるのと思って、で、まあ、探したわけなんですけれども、秀家は八丈島に流されてから名字を宇喜多の2文字に変えてるんですよね。で、まあ、ここは、宇喜多秀家の代から本家分家、先祖代々、まあ、要するに宇喜多の墓石が、もうそこら中にあるわけですよ。まあ、それでもなんとか、見つかりました。まあ、見ての通り、むちゃくちゃ身分の高い人だったわけですけれども、にしてはすごく質素なお墓でした。まあ、今回は観光旅行みたいな動画になっちゃったんですけれども、次回はいつも通りの内容に戻ります。